日本のスターバックスは最高だ。韓国の店舗と比較すると大違いだよ。スターバックスはアメリカに本社を置く喫茶店チェーンで、日本でも人気を集めています。世界中で愛されているスターバックスですが、韓国ではある理由によって撤退したのです。その理由とは一体何だったのでしょうか。またスターバックスの他にも韓国での経営に失敗して大きな損失を出した企業があります。なんとその企業は世界で最も大きな企業であるアップルでした。アップルはコスト削減を目指して日本から韓国に契約を乗り換えましたが、その後すぐにとある問題が発生してしまいます。今回はスターバックスとアップルの話をもとに、日本と韓国の違いについて紹介していきます。また動画の最後には海外の人々の反応をまとめましたので、ぜひご覧ください。それでは早速見ていきましょう。ぜひ最後までご覧ください。スターバックスとアップルはどちらもアメリカに本社を置く企業ですが、海外にもどんどん事業を拡大していき、現在では世界中から愛されるサービスを提供しています。そんな両社ですが、韓国に進出した際に大きな損害を被ることになってしまいます。両社に降りかかる災難は一体何だったのでしょうか。まずはスターバックスから紹介していきます。スターバックスはシアトル系コーヒーの元祖であり、2023年には世界86市場で 38,038 店舗を展開しています。豊富な種類のドリンクや軽食、落ち着いた雰囲気の店内に加え、質の高い接客などが人々から人気を集めています。スターバックスは信頼のおける国や今後も成長を見込める国では持ち株をすべて買い取り、完全子会社にする傾向が見られるようです。そのうちの一つにスターバックスジャパンが挙げられます。スターバックスは日本を信頼のおける国として2015年にスターバックスジャパンを完全子会社としました。その後も日本でのスターバックスの人気は若者を中心に増加していき、2023年には店舗数が1885店舗にまで達しました。この店舗数は2位のドトールが1068店舗であることを考えると非常に多いことがわかるでしょう。日本とスターバックスのつながりは、スターバックスジャパンの創業者角田裕二によるアメリカ旅行から始まりました。1992年スターバックスカリフォルニア1号店に訪れた角田は、初めて訪れたスターバックスに魅力を感じ、当時のスターバックスの社長ハワード・シュルツに手紙を送りました。私は先日初めてスターバックスに訪れましたが、今ではその虜になってしまいました。現在の日本にはスターバックスのような素晴らしいコーヒーショップは存在しません。もしスターバックスが日本に進出すれば、きっと成功を収めることができるでしょう。ぜひ私と一緒に日本での事業展開を考えてみませんか。と書かれた手紙はハワード・シュルツの事業プランとも重なり、見事日本進出が決定したのです。そうして1996年に日本1号店の銀座松屋通り店をオープンしましたが、驚くべきことにスターバックスの世界初進出がこの日本で達成されたのです。日本1号店のオープン初日には長蛇の列が作られ、シュルツ氏は感動をあらわにしました。シュルツ氏は当時の感動を自身の著書でこのように語っています。日本にスターバックスを進出させることができて本当に良かったです。日本の接客レベルは非常に高く、顧客への些細な気配りが上手だと感じました。他国では質が高いとされる接客レベルは日本にとっては当たり前であるようです。私はスターバックスの世界進出が日本から始まって良かったと思っています。日本への進出がなければスターバックスが世界に羽ばたくことはなかったでしょう。スターバックス本社、スターバックスジャパンの社長は時代とともに変わっていきましたが、現在でもスターバックスと日本は良好な関係を築くことができています。2015年にスターバックスジャパンはスターバックスの完全子会社となりましたが、経営理念である、人々の心を豊かで活力あるものにするために、一人のお客様一杯のコーヒー、そして一つのコミュニティからを日本でもアメリカと同様に掲げています。さらにはスターバックスジャパンは完全子会社でありながらも、
制度や商品を日本から世界中のスターバックスに輸出できるきっかけになることもあります。これまでの実例として抹茶ティーラテが挙げられます。今や世界中の店舗で通常メニューとして販売されている抹茶ティーラテですが、実は日本で開発された商品なのです。他にもスターバックスジャパンから始まった制度としてコーヒーマスタープログラムがあります。このプログラムは店員のコーヒーに対しての知識を高め、コーヒーの楽しみ方をより多くの人に伝えるため実施されています。この試験に合格したコーヒーマスターはブラックエプロンを着用してお客様の好みに合わせたドリンクを提案したり、相性のいいフードの提案をすることもあるそうです。驚くことにこの試験が行われるのは1年でたったの1回のみで、合格率はわずか1割程度なんだそうです。ぜひ気になる人はブラックエプロンのコーヒーマスターを見つけてみてください。このコーヒーマスタープログラムは世界中の店舗で実施されており、質のいい接客の維持に貢献しているようです。このように日本の店舗が世界中の店舗の成長に貢献しています。これに対してスターバックスは、スターバックスジャパンにはこれからも様々な点で他のマーケットを助けてほしいと述べており、スターバックスからの日本の信頼は非常に高いことがうかがえます。一方でスターバックスは韓国にも事業を展開しています。スターバックスコリアはスターバックスの米国本社と韓国の財閥である新世界グループが共同で出資し立ち上げました。韓国でオープンすると韓国人のコーヒー好きが功を奏し、人気が急加速していきました。店舗数は毎年110店舗以上増加していき、今では約2000店舗に及ぶそうです。この店舗数は世界で4番目に多い数字です。韓国の人口は日本の約半分であるのにかかわらず、スターバックスの店舗数はほぼ同数であることから、韓国でのスターバックスの人気の高さがわかるでしょう。しかし2021年に米国本社が株式を売却し韓国から撤退したことを機に、スターバックスコリアでは様々な事件が立て続けに発生していったのです。初めに起きた事件はドリンクと共に提供されていた紙ストローから異臭がするというものでした。同様のクレームが国内で多発し、スターバックスコリアは調査を行いました。その結果、ストローを製造していた工場で製造過程に問題があり、ストローの材料の配分が誤っていたことが判明しました。この問題は早急に対処され、一見落着かと思われましたが、すぐに別の問題が発生し、利用者に疑問を抱かせる事態を招きました。今度は経費削減のためにスターバックスが指定していたコーヒー豆を廃止し、別のもので代用して販売しました。これに対し利用者からは、以前より味がまずくなったといった批判が相次ぎ、客足が遠のいていきました。後日スターバックスコリアは失った利用者と信用を取り戻すためにキャンペーンを開始しました。キャンペーンはスマホアプリでスタンプを集めた利用者にサマーキャリーバッグをプレゼントするというものでした。しかしこのキャンペーンはスターバックスコリアの過去最大の不祥事を引き起こしてしまいます。なんとキャンペーンでプレゼントされたバッグから刺激的な匂いがするというクレームが殺到し、調査してみたところ、バッグからは一級発がん性物質に分類されるホルムアルデヒドが検出されたのです。ホルムアルデヒドは人体に強い毒性があることから、この事件は大きな問題となり、スターバックスコリアは謝罪としてバッグの作り直しとドリンクチケット3枚を被害に遭った人々に配布しました。しかし一連の事件からスターバックスコリアのイメージは急激に悪化していきました。もしかするとアメリカの本社が韓国から撤退したのは韓国のこのような現状を見抜いていたからだったのかもしれませんね。スターバックスが韓国を手放して被害を回避したのとは対照的に、韓国の言葉を信じて大きな損害を被った企業もあります。それは世界で最も大きな企業であるアメリカのアップルです。韓国とアップルの間で一体何が起きたのでしょうか。アップルは皆さんもご存知のようにソフトウェア、ハードウェアの開発や販売を行っており、
世界でも最先端の技術を持つ電気機器メーカーということができるでしょう。ハードウェア製品に現代では知らない人はいない。 iPhone が挙げられます。 iPhone は Apple の定番商品となっており、毎年新機種が発表されることで新たに追加される性能に世界中から注目が集まっています。 iPhone の世界での販売数は毎年2億台以上とも言われており、今後も新機種が発売予定です。そんな iPhone の画面には高純度フッ化水素という材料が使用されています。この高純度フッ化水素は半導体製造になくてはならない重要な材料です。半導体はスマートフォンを製造する上で必要不可欠であり、近年では半導体不足も問題となっているため、高純度フッ化水素は重要な役割を担っているのです。日本は高純度フッ化水素の世界シェアをほぼ独占していたため、アップル製品にも日本製のものが使用されていました。しかし韓国の SK マテリアルズという企業が日本製よりも安価に高純度フッ化水素を生産することに成功しました。アップルは安価に生産できる点、陸路で輸送を行える点を考慮し、日本からの仕入れを中止し、韓国製のものを使い始めました。ところがこの決断がアップルにとって大きな損失へとつながっていったのです。なんと韓国製高純度フッ化水素を使用した製品の画面に縦じまが入るといった製品不良が多発したのです。これによりアップルは数十万枚のパネルを廃棄することになったのです。世界中の iPhone ユーザーはこの事件によって唖然とさせられました。この出来事はアップルが日本製から韓国製の部品に乗り換えた直後に生じました。そしてトラブルが起きた原因を探ってみると、偶然の出来事とは言い難い真実が見つかったのです。以前までは韓国でも日本製の高純度フッ化水素を使用して半導体製造を行っていました。しかし韓国に輸出したはずの高純度フッ化水素が中国や北朝鮮に横流しされていることが判明したのです。そのため日本は韓国への輸出を厳しく規制することにしました。その影響で韓国にとって重要な産業であった半導体製造は衰退してしまいました。そこで韓国は半導体産業を復活させようと、かつて日本から輸入していた高純度フッ化水素の開発を目指すようになったのです。日本で高純度フッ化水素を開発したのは森田化学工業株式会社でした。森田化学はフッ素の開拓者として100年以上フッ素の開発研究に取り組んできました。そうして長い年月をかけて開発されたのが現代で重宝される高純度フッ化水素でした。しかし驚くことに、日本から輸出を規制された韓国は高純度フッ化水素の開発に2兆ウォン、日本円で約23億円をつぎ込み、なんとたったの半年で作り上げてしまったのです。その純度は 99.999% で59と呼ばれ、日本に頼らず自国の力のみで高純度フッ化水素を生み出すことができるようになった韓国は、さまざまなメディアを通じて大々的に祝福しました。それにもかかわらず韓国製品を使用した iPhone はトラブルが多発してしまったのです。一体どうしてだったのでしょうか。それは日本製品と韓国製品の質の違いに隠されていました。韓国製品の純度は 99.999% だったのに対し、日本製品は129の 99.999999999% だったのです。119以上の材料は電気をほとんど通さなくなり、錆びにくくなるとして半導体の製造に必要とされる品質レベルと言われています。韓国が開発に成功した59の製品は日本の工業高校生でも作成できる程度となっており、韓国で行われた報道は自国の技術力の低さをあらわにしてしまったようです。またフッ化水素の管理には十分な配慮が必要になります。韓国ではフッ化水素を取り扱った工場で職員が亡くなる事故も発生していることも重なり、韓国を代表する半導体企業は再び日本製品を使用するしかない状況に陥っているようです。スターバックスもアップルも日本と関わっているうちは大きな問題が生じることがありませんでした。しかし
韓国に任せるようになった途端、さまざまな問題が生じていったのです。これらの騒動に対して世界中の人々から注目が集まりました。その寄せられたコメントの中からいくつか紹介していきましょう。スターバックスは初めての海外進出が日本で本当に良かったと思うよ。スターバックスの創始者シュルツ氏の言葉を借りるなら、スターバックスはコーヒービジネスではなくてピープルビジネスなんだ。日本では相手を思いやる精神が強く、スターバックスと相性がぴったりなんだね。日本と韓国の間には日韓問題という様々な問題があり、両国の人々は敵対心を持っていると聞いたことがあります。韓国が高純度復活水素の開発に成功したと勘違いした時は、日本製よりも安く短期間で作り上げたことで国内で大々的に発信されていたんだろうね。韓国は日本の文化や技術をパクることを平然とやってしまうこともあります。そんな韓国で安価な高純度復活水素を短期間で開発するなんて難しいに決まっていますよね。やはり日本製は高価であっても高い技術力が保証されているので、安心して使うことができるよね。本日の動画は以上です。視聴者様からのコメントが動画制作の励みになっております。ぜひともご意見をお寄せくださいませ。ご視聴ありがとうございました。